商品レビュー専門の JA です。皆さん、ナイトライトって選んでますか？っていうか、ナイトライトって何？ベッドサイドとかに置いといて、暗い時につけるライトですね。特に部屋を真っ暗にして寝る人、夜起きた時、ライトをつけないといけないんですよね。まあ、ただその時、部屋のライトつければいいだろう。まあ、だけど部屋のライトって明るすぎるんですよね。睡眠中に起きた時、あまり強い明かり浴びない方がいいです。浴びると朝だと体が勘違いするんですよね。あらったら常夜灯。あれもずっと光っててちょっと嫌だ。だからナイトライトなんですよね。それ今回提供いただいた電話ボックス型のライト。イギリスの電話ボックス型ですね。見た感じおしゃれですよね。これを使えば便利なナイトライトになります。こちらですね。テレフォンって書いてありますね。でもこれスイッチどこにあるんだろう。特に見当たらない。これ、屋根をタッチしてください。つきます。消えます。これだけですね。非常にシンプルです。これのいいところ、LED の光が直接目に入らないんですよね。光が下に当たって、この窓から漏れたものが外に出ます。だから暗い場所でも眩しくないです。ベッドサイドのこの家に置いとく。そして目覚めた。ああ、暗いな、周りが見えないな。その時手探りでここを探してタッチ。これだけでつきますね。消すときももう一回タッチ。あ、でもこれ、電池はどうなの？充電式です。この後ろに充電端子がありまして、専用のケーブルで USB で接続します。そうするとこれが充電されますね。だから電池がなくなったら充電できます。経済的ですよね。電池式だと便利だなと使ってても、まあ、電池がなくなったらもう終わり。飽きちゃうみたいなことがあるんですよね。でもこれだったら電池がなくなったら、USB で接続すればいい。長く使いますよ。じゃあちょっと部屋暗くしてみましょう。柔らかい光ですよね。置いたところの床も光りますね。ですのでちょっとした隠し事もいいかもしれないですね。まあ隠し事というと大げさですけど、寝ようとした時に何か思い出した、その場合ここをタッチしてメモしてまた消す。思いついたことを忘れないですよ。そういう用途としても嬉しいですね。あと他、間接照明としても嬉しい。出窓とかに置いとけばおしゃれじゃないですか。店舗とか運営してる人、部屋の照明を暗くして、これをそれぞれのテーブルに置いといて照明にする。雰囲気出るんじゃないですかね。電池がなくなったら充電すればいいですからね。まああとこれボックス型だから中に物が入るのか、これは残念ながら入らないです。 100% 照明用ですね。ちょうどいいベッドライトが欲しかった人、ナイトライトが欲しかった人、ぜひこちらのイギリスの電話ボックス型の照明使ってみてください。タッチで簡単にオンオフできます。商品レビュー専門の動画、今日も見てくれてありがとうございました。